ちは、ひとです。今日はですね、2017年の12月の14日になります。ちょっと寒いですね。昨日はから今日にかけてね、ちょっと朝雪が降りまして、ここは今、八日市っていうところなんですけど、滋賀県の東近江市ですねっていうところで、ちょっと滋賀県の中では右上の方になるので、まあ、右上とか中間ぐらいですかね、琵琶湖があって、その右の真ん中ぐらい、僕が店がある草津市っていうところは琵琶湖の南の方になるんで、雪は積もってなかったです。でもこっちに来るとやっぱり店が雪が積もっていますね。でもっと上の方行くと多分もっと積もってるような状況になってるんですけれども、寒い、とはいうもののね、まあ、僕自身日だまりの極みっていう、ちょっと最近おすすめしている肌着を着ているので、これ着てるとね結構あったかいんですよね。非常にいいなということで活用させていただいてますけども、まあ、12月ももう半ばということで、間もなくね12月あっという間に過ぎてしまいそうなんですけど、最後まで、いい1年に、ね、で締めくくれるような形で終えたいなっていうふうに、まあ、思っています。なので車運転も注意してね、事故など起こさないようにできればなっていうふうに思っています。まあ、ここら辺はもう雪が畑とか田んぼに一面にこう積もってますね。ダイレクトメールを作るために、まあ、通信、手書きの通信をちょっと書き出していたんですけれども、それも来週の水曜日までにしなきゃいけないということで、あれなんですけど、ちょっとこう追い詰められつつあるんですけどね。今日はですね、梅ポリスをそういえばご紹介、メルマガでもちょっとご紹介したんですけれども、まあ、この梅ポリス、梅とポリス、プロポリスを合わせたもので、まあ、これ非常に、いいんですよね。まさかの時にプロポリスっていうね、ことで、これがあると助けられるっていう、前もお伝えしてましたけども、水の子の上村会長がノロウイルスにこうかかりかけた時に、もう下痢が止まらなくなって、ね、どうしようもなかったそうなんですけども、まあ、ちょうど出張中でホテルの部屋でまずいことになってしまったそうなんですね。朝方からなんかもう、下痢が止まらなくなってしまったと。でその日あった予定のそのやっぱ出店してたみたいなんですけど、それでも行けないだろうなっていうところだったみたいなんですけども、まあ、その梅ポリスがあるのを思い出して、3粒結局食べたっておっしゃってましたけど、まあ、それでなんとか持ち直してその日一日大丈夫だったっていうね、ことをおっしゃってまして、まあ、この梅ポリスっていうのがねすごいなというのをおっしゃってたんですけども、まあ、これ、本当にね素晴らしいもので、梅と、プロポリス、梅は、和歌山県の龍神村の梅を使って、で、プロポリスは、ブラジルのグリーンプロポリス、ブラジルだったかな、グリーンプロポリス、これ昨日話しましたね。話が出してまた思い出すっていうね、喋ってたなということで、すみません繰り返しになっちゃいましたけども、まあ、そういうのがありまして、プロポリスなんかもね、こううまく、梅ポリスもうまく活用していただくといいんじゃないかなっていうふうに思っています。本当に何かの時に持っておくといいんですよ。旅行の時とか本当に緊急でなんか体調悪くなったりするとね、もうどうしようもなくなりますけども、これがあるとなんかこう元に戻してからっていうのがすごくあるんですよね。梅ポリス自体にあるというよりは、多分体を元に戻す力が強いんだと思うんですね。まあ、それによって免疫を高めて殺菌力がありますから、体内の、こういろんな毒素を一気に、ね、こうやっつけることができる、まあ、それによって体調が戻るんじゃないかなって思うんですよね。まあ、そういうのも、あったりですね。
で三浦社長があのこの前来られたっていうことを言いましたけども、まあ、その時にいろんな話をしてくださった中で、非常にいいなと、やっぱこう素晴らしい方というのか、そういう方のお話を聞くっていうのは、勉強に学びになりますよね。で僕自身もあのもちろん聞かせていただいてたんですけども、まずですね、その学生の時から三浦社長はそういう潜在意識を活用するっていうことにすごく興味を持たれてて、で学生の時にあの、まあ、これも言ったと思うんですけども、眠りながら成功するっていうのを 100回ぐらい読んだそうなんですね。でそれによって潜在意識を活用してみようということで、あのとにかくこう自分がなった、できたイメージですよね、もうなっているイメージ、なりたいじゃなくてなっているイメージを抱いて、自分がこうそういうふうにしているっていうイメージで、こうよだれを垂らしてニヤニヤしながら眠りにつくみたいな、そういうことを繰り返していたそうなんですけど、まあ、それによってどんどん夢をね叶えていかれたと、実際に、まあ、そういう体験が、実際あるということでおっしゃってましたし、あとは何かを言おうとしたんですけど、あそれとあの朝を目覚めた時ですね、目覚めた時に今日はいい日になるとか、今日は、最高の一日になりますとか、今日は素晴らしい日です日になりますっていうことを自分に、言うと、別に誰に言うでもなく自分にとにかく言う、これは自分の潜在意識に言うっていうことになると思うんですけど、寝起きってこうぼーっとしてますよね。その時にこう催眠状態なんですよね。意識と無意識の間の状態になっているので、これがまあいわゆる催眠状態で、この時にポンとこう意識をね、意識というか思いを入れてあげると、それがスッと入るというわけです。だからできるだけ自分がこう目覚めた時にどういう意識になるかっていうのがやっぱすごく大事で、あ今日も一日嫌だなとか、しんどいなとか、まあ、そういうねこうマイナスのことを入れてしまうと、その一日、そういうような一日に本当になってしまうんですよね。だから自分が望む生き方っていうのをきちっとですね、こう朝起きた時にコンディショニングをしてあげる、自分が朝起きた時にいい一日だというインプットをしてあげる、そうすることで本当にねこれいい一日になっていきますから、これはあの本当にその通りだなっていうふうに、まあ、聞いてて思いました。で僕自身も朝起きた時に、今まではこう目覚めることができて、まあ、目覚めさせていただいてありがとうございますっていうことをね、あの言うようにしてまして、これはもう本当癖づけになってるんで、もう起きた時どんなにこうあしんどいなというふうに、思ったとしても、目覚めさせていただいてありがとうございますというふうに、あのもう本当自然に出てくるんですよね。だからそれで今日一日またありがたいなと、迎えることができてありがたいなっていうね意識になれます。だから本当癖づけなんですよね。どれだけあの愚直に、日々癖づけをできるかっていうことだと思うんですね。それが習慣になるわけですよね。でその習慣がどんどん人生を作っていくわけです。ですからできるだけいい習慣をつけていく。でそれはやっぱ癖なんですよね。もう毎日毎日習慣つけてあげるだけなんですよ。でそれを愚直にとにかく繰り返していく。だからいい習慣はそういうふうにして、自分にどんどんねやってあげるといいですよね。自分がどんどんやっていくといいと思うんですね。それも反強制的にそういうことをしていくんですよ。だから朝起きた時に必ず今日はいい日になる、今日はいい日になりましたっていうふうに、もう言ったらいいわけです。言うっていうのを癖づけたらいいわけです。そうするとそれがあの初めはね、たとえ言葉だけだとしても本当は内心そう思ってなくても、それを言い続けることで現実になっていくんですよね。自分の言葉、発する言葉が現実を作っていくっていうのは本当にその通りで、まあ、この前もあの言いましたけれども、水野この上村会長があの懇親会で一緒に飲ませてもらった時に、まあ、ここにいる、まあ、7人ぐらいちょうどいたんですけど、まあ、ここにいる7人はですね、来年は、本当にあの言葉だけを発していきましょうということをね、あの、まあ、誓い合ったわけです。みんなで、あそれいいですねっていうことで、でやっぱり上村会長が言うことっていうのはあのその通りだと思うんですよね。ですからそれを愚直にやっていく、プラスの言葉を発するっていうのがいかに大事かっていうことで、それをただひたすら発していく、でマイナスの言葉は言わない、で成功者はみんなそうだっていうんですよね。でこれは上村会長おっしゃってた通りだと思うんですけれども、成功者は本当にですねその通りになってくると思います。ですから、上村会長が言うことっていうのはあの僕はその通りだと思うんですね。だ
から、それを愚直にねやっていこうということで、もうマイナスのこと一切言わない、プラスのことだけを言うで、成功している人でマイナスの言葉を言っている人はいないっていうのは本当その通りだと思います。ですからそれを、続けていくだけじゃないかなっていうふうに思います。ということでね、まともにこういい言葉をねこれからも発していければと思います。今回は以上になります。ありがとうございます。